こんにちは、すみやです。今日はスマート望遠鏡の多様化についてです。ダイバーシティって言うんですかはい。多様性。今一番売れてるシースターは、まあ、スマート望遠鏡の一番オリジナルな標準タイプだと思います。それからベスペラもね、かなり標準タイプに近いと思います。はい。 やれることはね、大体似てるんですけども。まあ値段が違うので、ベスペラの方が高画質なものが取れる。あるいはモザイク機能がすでに搭載されているので、広範囲の線を取れるというメリットはありますけれども、基本的なコンセプトは同じですね。そこに型破りのスマート望遠鏡として、もうすぐ登場してくるのがセレストロンのオリジンですね。 F2.2 という明るさです。通常 C スターなどのスマート望遠鏡は F4.5 とかね、それぐらいですから、半分ぐらいの F 値ですから、光を取りためて、一気に鮮明な星雲をクローズアップできるというスピード、電子感望に向いている機種ですね。はい。解像度よりもスピードが大事。これが、 セレストロンのオリジンですね。スピードスマート望遠鏡はこのセレストロンのオリジン一択ですね、今のところね。予約販売中でユーザーの元にはね届いてないんですけどもね。それからドワーフ3っていうのが登場してまた多様性が広がりましたね。まあドワーフ2もあったんですけれども光景が小さいっていうこともあり 広角で撮れるカメラもついてるんですけれども、その広角カメラには残念ながらライブスタックの機能がなかったりとかね、したんですけれども、それが今度はできることになるので、天の川、あるいはかなりこと座はもちろんですけれども、オリオン座ぐらいの大きさの星座だったら大体、えー、中心部は全部入るぐらいの非常に広大な 面積をね、広角レンズで捉えることができるスマート望遠鏡になるかもしれませんね。まあ、実際に登場して撮影してみないとわからないんですが、まあ、すでにね、注文してあるので、秋ぐらいには届くかなと思いますが、まだね、あと3ヶ月ぐらいは待たなきゃいけないんですが、それからスマート望遠鏡の最大のメリットは、ホードレス。 で、しかもバッテリー内蔵っていうところです。スマート望遠鏡以外の天体望遠鏡は基本的にセンサーのついているカメラの部分と望遠鏡等をね、高度で必ずつながなきゃいけなかった。まあその他いろんな電動フォーカサーだとか、それからオートガイダーだとか、さらには赤道儀だとか、a s サーエア i r などのコンピューターシステムなども 有線でつなぐっていう形になっていたので、どうしてもコードだらけになりますね。a s i d エ a ーーの登場で、パソコンから長いケーブルで天体カメラにつなぐ必要性はなくなったんですけども、それでもね、やはりコードがいっぱいつくっていうね、デメリットがありますで。将来的にはね、スマートフォンだけで天体観測を十分楽しめる時代がそのうちやってくるんだと思います。 多分ね、次のスマート望遠鏡には、星雲を撮るための、そういう郊害カットフィルター付きのスマート望遠鏡が出てくるんじゃないかなと期待してるところです。だってカメラが4つもあるんだったら、その縁1つは、星雲を撮るために特化したね、超望遠のカメラを積んだっていいじゃないですか。はい。そういうスマート望遠鏡がね、多分出てくるでしょう。はい。 一年後になるのか二年後になるのか分かりませんが、それはね、時間の問題だと思います。あとはね、レンズの光景ですね。はい。とセンサーの大きさとか、レンズの大きさです。まあ、レンズはね、ヘスティアのように、スマート望遠鏡を乗せれば、光景30ミリの望遠鏡とつながりますよという、そういう選択肢がね、もう出てきているので、ヘスティアはね、残念ながら、 自動導入自動追尾まではできないので、そういう自動導入自動追尾ができる課題が追加オプションで発売されればね、ヘスティアが世界最小のスマートフォン専用スマート望遠鏡になると思いますが、今のところそこまでは言ってませんね。はい。多分ね、ヘスティアに似たようなものがいろんなメーカーから出てくるんではないかなというふうに思います。 多分ね、あの、ZWO も今、ヘスティアに対抗するような、そういうシスターをさらにコンパクトにしたようなものが、しかもね、ここにスマートフォンをポッと置けば使えるっていうものになっていくんじゃないかなという気がします。スマート望遠鏡の未来はね、シスターにスマートフォンを置いて、もう一台のタブレットとかスマートフォンで、 載せたスマートフォンの映像を撮るという風になっていくかもしれませんね。はい。あ、今ね、太陽を撮影してるんですが、すごいね、ずっと撮影し中ですよ。はい。皆さん、スマート望遠鏡とスマートフォンが一体化するのはね、もう時間の問題だと思いますが、いつになるかわからないので、それ待ってるとね、天体観測を非常に利便性高く、 楽しむことができないので、C スターとか、ドワーフ3とか、そういうものをね、購入するっていう方法が、今のところ一番ね、簡単に天体観測を楽しむ方法です。そして、ドブソニアン型の木星とか土星とかね、そういう火星とか、惑星を専用に扱うスマート望遠鏡が多分そのうち出てくるんではないかなというふうに思います。そうするとね、 スマート望遠鏡の世界が天の川が取れる、普通の星雲星団銀河が取れる、そして小さな惑星が取れるというものにね、3種類に大きく分野が分かれてくるんではないかなという感じがしています。それをね、1台でこなす望遠鏡を作ろうとするとなかなか厳しいので、役割分担でできるといいですよね。 でもドワーフ3はその広角もいけるし、普通のスマート望遠鏡のシースター並みの映像も撮れるし、というところまでは来てますので、もう一つのね、土星、木星、火星などのね、惑星を見るためのスマート望遠鏡が早く出てくれるといいかなと。で、多分ね、スマート望遠鏡の普及は、今までね、天体観測を楽しんでいた人、 以外の人に訴求するような、アピールできるような、そういう機種が出てこないと、本当の意味でのスマート望遠鏡の爆発的な普及はないような気がしてますので、その一つのね、起爆剤になったのが、シースターであり、ベスペラなんですが、ベスペラはね、値段的にね、なかなか厳しかったかもしれませんが、それでバオニッシャもヘスティアっていうのをね、 自動導入、自動追尾はできないけれども、スマートフォンを乗せられるものを出してきたわけですね。安いものを出してきたわけです。これからは、スマート望遠鏡多様化の時代に入ったというふうに思いますので、皆さん、もっともっと、いろんな多様な楽しみ方ができるスマート望遠鏡が出てくることを待ちましょう。もうね、かなり、え、分野が広がってきつつあるのでね。 スマート望遠鏡戦国時代という言い方もあったんですが、私は逆ですね。スマート望遠鏡が多様性を持って、スマート望遠鏡を2台、3台持つ人が増えるんじゃないかなというふうに思います。超広角で撮れるね、スマート望遠鏡。で、標準タイプのスマート望遠鏡。そして、惑星などに小さな天体に特化したスマート望遠鏡。この3つの分野にね、 スマート望遠鏡がこれから広がっていくんだと思います。今まである天体望遠鏡も基本的にそうですよね。一眼レフトがミラーレスカメラに広角レンズをつけた広角撮影で成形写真という分野がありますね。まあ、その成形写真の分野に切り込んだスマート望遠鏡がドワーフ3ですね。しかもパノラマモードがありますのでかなりね、えー、広がるかもしれませんね。はい。 それから、普通の天体望遠鏡が撮れるようなものは、このシースターとかね、ベスペラが得意分野ですね。そしてドブソニアン型のものすごく小さな天体を大きく捉える、そういうね、スマート望遠鏡、焦点距離の長い、マクストフカセグレンとかね、シュミットカセグレンとかね、そういう分野の天体望遠鏡がありますので、 そういう分野のスマート望遠鏡が多分ね、次は出てくるんじゃないかなと。今でもね、三つの分野があります。成形写真、天体写真、惑星写真などがね、分かれてくるんじゃないかなというふうに思います。スマート望遠鏡、これからね、いろんな分野で爆発的に増えてくると思います。従来の天体観測のイメージはね、もうガラッと ここ2年ぐらいで変わってるわけですからその最先端の技術をね使いながら天体観測を楽しむ時代に入ってますので皆さんもぜひスマート望遠鏡試してみてはいかがでしょうか本日の動画は以上ですご視聴ありがとうございましたさようなら 今夜もね、星空ライブやりたいと思います。今日はね、星空指数100になってましたね。